どうもこんばんちは、キシトです。デッドバイデイライトをカニバルで遊んでいきたいと思います。カニバルがね、強化されたんだよね。チャージっていうのが追加されて、今ではあのチェーンソー貯めたらあの一定距離しか進めなかったんだけど、今回ね、チャージが追加されたことによって、うまい味方、連続でダッシュすることができるようになったんだよね。不協和音には反応しない。ああいう細かいとこ苦手なんだよね。ただ反対側から回ればよかったかな。これは追いません、めんどくさいから。回してないね、多分追いつけないし。いた、はい、こうやってずーっとチャージが続く限りチェーンソーで振り回せるんでね。ただチェーンソーのゲージがたまると勝手にもう発動しちゃうようになったから、今まではゲージマックスにして自分の発動した時にチェーンソー振りましたけど、今は違ってゲージが溜まった瞬間にもう、お、ビビッとなんか降りてきたし、なんだお前、助けさせねえよ助けさせるわけねえじゃん。半分切らせられるかな、あれ切らせられることはできなかったか。はいはい、であれは追いません。起こされた、はい、スティーブー、というわけで代わり向こうでやってるね。これは間に合わないか、二人でやってたから二人いるはずなんだけどね。いるね、残念。させねえぜ。いるね。ああ、向こう行くね。オッケーオッケー。悪いけど、じゃあ入れ替えだ。おい。まあどっちもストライクの可能性があるっちゃあるが、まっすぐ行くね。ネットハードはないが、ストライクの可能性があるから一旦放置。いたね。
一撃。イタチを使う暇がないぞ。どういうことなんだ。イタチ。あっち殺人鬼かな。いいよ、二人でやってるね。不協和音マジで強いな。策的にバッチリだよ。おお。まだ二人でやってる。終わりの時が近づいてきたようだな、ジェイク。お、戻らない。え、そっち？あそこの暑い日にイタチ使いたいね。傷を治療中。オッケー、イタチ。さて、この状況だと多分絶対救助には来るんだよな。上から見てみようか。逆に修理してるね。お、あ、ここが詰まった。詰まったね。はい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 。残念だったな。イタチ。マップの相性もまあいいからな。アファイダも開けてるから。いやでも加速できるのはやっぱ強いよね。アドオンとかでね、この加速の数も増やせたりはするんでね。いた。とりあえず行ってとこう。分かってるやつほど飛ばないんだよな。知ってる。さあどういく。そのまま行くのか。おお、うまい。その弓はうまいね。壊しとくか。触らせないことが重要。一撃与えて野放しにしとくか。ここ一個つけました。アウスティーバッケン。多分だけど、二人で回すことはないんじゃないかな。もう。個々のできることをしましょう、みたいな。中入った。だね。
そんなパーク入れちゃって、大体卑猥な名前してるやつって煽るだろうな。経験上あのメグはおそらく回復を持ってないのかな。まあそこつけられたところで支障はない。さすがに3人で回しきるの、あと3つ回すの無理だろうな。あとはスイボーだけ。多分中入ったかな。飛び出してくる可能性はあるけど、いや、それはそれでだよ。ロッカーに入りそうなもんだけどな。あ、いるね。あ、逆にこっちから降りたか。なるほどね、起こしに行ったか。ロッカー行ったかなと思ったけど、そんなこともなかった。あー、見えちまったぜ。まあじっくりじわじわと。追っていくだけさ。負けといくなった。アイス屋さん巻き添え、苦労しちゃったね。ここまで来たら全滅狙うぞ。さあどこに行った？触ってはないね。起こすとは思うんだよね、多分。ここ見てりゃ来るかな。あの辺に多分いるよね。どうでしょう。探しに行った方がいいかな。出血死しちゃうからな。あ、いたよ。あ、逆に乗り越える。
マジで？そこでつける意味よ。レッドハード？残念だったな。頑張ったが俺の勝ちだ。お疲れ。いや強いね。普通にチャージアップできるってのはここで。普通はこんぐらいなんだけどね、これが連続でできるからね。1個消費してこうやってずーっとチャージゲージがある限り OK。 はい、というわけでね、じゃあ今回は一旦これで終わりにしたいと思います。次回もね、よかったらまた見に来てくれると嬉しいです。それでは。